Thank you.
兄のごとくお慕い申し候様の助様、お願いのことこれあり、一筆申し参らせ候。稲葉山城は呪われて候、夜な夜な怪しきもののけが徘徊し候、女中禁住行き方知れずに愛なり候ごと相次ぎ、恐ろしきこと限りなし。噂にてはもののけは人を喰らい、地の底に引きずり込み候。兄義達に訴え候らえども、尾張との戦迫り候にて、それどころでは亡き有様にて候。先の父道三殿と兄義達殿との戦にては、様之助様とは敵味方に分かれざるを得ず候。数年の月日が経ち候らえども、雪が御頼りにし申し上げ候は、幼なじみにていとこの様之助様お一人のみにて候。この文がお手元に届き候らえば、ぜひに雪を助けに参らせ候。雪は一日千重の思いでお待ち申し上げ候。永禄三年八月二十日、雪。様之助様参る。こちらです、様之助殿。姫様を本丸に連れ去ったとしたら、道は二つしか考えられません。今は使われていない百曲り堂、もしくは北側の大手堂です。楓、俺は北に行く。お前は向こうから回ってくれ。わかったわ。雪姫。様之助。よかった。やっぱり来てくれたのですね。様之助がこの城を去ってから心細くて、私。様之助、様之助、様之助、目を覚ませ様之助。
の汝では幻魔を制すことかなわぬ。汝のために我らの力を授けよう。我らは幻魔に封印されし鬼の一族。様の助、幻魔を倒し、魂をその小手に封じよ。これは様の助、幻魔を滅ぼすのだ。俺に化け物の力をくれるっていうわけか。この小手で腕が引きちぎれるまで戦いって。